ホセビセンテカンポスカルノータは、ベネズエラ・バルガス州、ラグアイラ出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。現在は、フリーエージェント。ケルビム・エスコバー、アルシデス・エスコバー、エドウィン・エスコバーは、いずれもいとこである。2009年、シアトル・マリナーズと契約して、プロ入り。ルーキー級、ベネズエラン・サマーリーグ・マリナーズでプレー。2010年もルーキー級、 ベネズエランサマーリーグマリナーズでプレー。2011年は A-9 エバレットアクアソックスでプレー。2012年1月23日にヘッス・モンテロ、ヘクター・ノエシとのトレードでマイケル・ピネダと共にニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。この年は A 級チャールストン・リバードックスでプレー。2013年も A 級チャールストンでプレー。オフの11月20日に ヤンキースとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2014年3月13日に A 級短波ヤンキースへ移動。4月25日にトミー・ジョン手術を受けた。この年は手術の影響で未登板に終わり、オフの12月2日に FA となったが、15日にヤンキースとマイナー契約で再契約した。2015年は前年の手術の影響で、 シーズン序盤をリハビリに費やした。この年は A 級短波でプレーし、11試合に先発登板して3勝7敗、防御率7.05、31奪三振を記録した。オフの11月4日にヤンキースとメジャー契約を結んだ。2016年7月31日にタイラー・クリッパードとのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。 8月25日にメジャー初昇格を果たし、27日の新シ,ンシナティレッツ戦でメジャーデビュー。この年メジャーで登板したのはこの1試合だけだった。マイナーではヤンキース参加時代も含めて A 級からトリプル A 級の敬語チームに所属し、25試合に先発登板して防御率3.22、ホイップ1.18という成績を残した。 一シーズンで二桁勝利を記録したのは、これは初だった。2016年11月4日に、ウェーバー工事を経て、ロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。2017年は、参加の A 級インランド・エンパイア・6シクサーズと、AA 級ソルトレイクビーズでプレーしていたが、9月5日に、リーフとなり、10日に自由契約となった。2018年は共に、 独立リーグアトランティックリーグに所属するニューブリテンビーズとシュガーランドスキーターズでプレーした。2019年1月30日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。6月21日に自由契約となった。2019年7月2日にメキシカンリーグのプエブラ、パロッツと契約した。 7月24日に自由契約となった。ありがとうございます。